あとちょっとなんだけど、あとちょっとがもうね、めんどくさすぎてちょっと今休憩しようと思って配信しました。今日なんかね、今やってる単元がめちゃくちゃに長い単元なんよ。現代文のね、今ねなんかね、もうね、一つの話でね30ページ近くあるの。何ページあるんだ、心っていうやつで、夏目漱石さんのやつなんですけど、心っていうなんかお話なんですけど、めっちゃ長いの。もうね、長いの。35ページぐらいあるお話をしよって、あともうちょっとないけど、もうね頭パンクするからちょっと夕方に配信するって言ってたし、配信しようと思って、ご飯も買いに行かないといけないし、ちょっと簡単にメイクでもしようかな。あ、眉毛がないのがバレる。ちょんちょんってメイクして終わろうかな、配信。心っていう勉強してる。心っていうめっちゃほんまに長いよ。よくわからんし、お話教科書がびっしり文字尽くしです。文字尽くし。こんにちは。今日もずっとあれです、ずっとたまに休憩でなんか漫画読んだりとか動画見たりとかしてるけど、もう本当にもうずっと教科書、嫌だ。今日はとりあえず本当にこの国語、今やってるこの現代文がめちゃくちゃ長いよ。一番長いレベルで長いから、それを早く終わらせたいんですよ。海の日ツイッター見た、ありがとう。そう、今日はねヘトチャレもあるから、フーさんのやつもツイートしました。みんな何してたのってか、私は勉強、えらい勉強をしてました。BL、 あ、え、そういう話なんこれ。 K と私が出てくる。早く終わる。え、でもね、あとね、本当にあと 25% だったから、あとね7個か8個ぐらい動画見て、7個か8個動画見てレポートを3つ4つ提出したら終わり。今日中に終わらせる。赤いのハブです。ハブ、もうね、あれなんだっけ、瀬戸ジャレのロケでね、あのハブに噛まれたんですけど、それからもずっと赤いんだよね、なんか。まあいいけどね、体調は元気もりもりだから。高谷さん、ハートありがとうございます。オリンピック見てた。おー、オリンピックいいね。マジでテレビつけてない、やばいよ。ちょっと眉毛描こうっと。ドロドロじゃんけん、え、なんか分からん。お嬢さんと夏目漱石さん書いてる心っていう話は、私と K さんとお嬢さんとお母さんが出てくる、奥さんが出てくるんだけど、難しすぎて何言ってるのか分からん。お嬢さんが好きでみたいな、お互いお嬢さんが好きで取り合いみたいなお話なんかね、よくわからん。あんまりなんかそういうお話はあんま読まんからさ、小説とか、道すぎる。夏目漱石の心、そう、夏目漱石の心。明日はね、明日は夜配信できなさそうですね。明日朝早いかもしれない。そして明日はお仕事からのレッスンでね、明日はめっちゃね忙しい人みたいな、売れっ子みたいなスケジュールなんよ。だから明日は
朝配信早いかもしれない、時間ちょっと分かんないけど、あやのみさんかわいい、ありがとう。ほんもうなんか疲れた、もう動画見ながら書きながら、でも教科書見せちゃダメだ、見せれないから見せれないあれだけど、めちゃめちゃなんか教科書だけ見たらめっちゃ賢い人の教科書かなって思えるくらい、めっちゃ書いてる、蛍光ペンブワー書いて引っ張り出して吹き出しマークつけて、なんちゃらこんちゃらこんちゃらこんちゃらって書く、そう売れっ子みたいなスケジュールかもしれました。明後日ね、そう僕恋、明後日は僕恋で、し明後日が広島でのお話し会、マジ楽しみ、2日連続で会える人もいると思うからマジで楽しみ。スライスニーさんありがとう。メイクしてから配信すればよかったけど、息抜きみたいな配信だから、ちょっとメイクめっちゃちょんちょんちょんってしながらちょっとだけ配信しますね。メイク、眉毛とお目目のメイクが終わって、アイロンマサーっとかけ終わったら終わります。お話し会楽しみ。お、じゅんさんに会えるのか、生じゅんさんじゃない、初生じゅんさん。朝しあさって行けないのが辛いので、広島同じ空気吸うことにします。広島で同じく吸っててください。どこであるんだろう広島。知ってる方多分いると思うけど、内緒だからね。私はどこか知らない。当日になって、前日か。パルコでお買い物いいね。さも今日ね外出ようかなと思ったんよ。別に買いたいもんもないしなーって思って、買いたいもんもないしなと思って今日マジで勉強尽くしにしてた。めっちゃ疲れたもう勉強嫌だよ。こんにちは。お、久しぶりだもん、かじちゃん。眉毛綺麗に描ける人、本当に尊敬する。土日楽しみすぎる。お、公園入るのか？おふたん。空白っとともに日曜日行きます。お、ありがとう。めっちゃ久しぶりに会える人もいるかもしれない。あーちゃんさんハートバレありがとう。スラと一緒にスーパー行くの？スーパー行っても何も楽しくないよ、私とスーパー行っても。全然楽しくないよ。それだったらデートしたいよ。ユニバデート、制服デート、制服デートっていう響きめっちゃ良くない？今更ながら初めましていくね。お、よろしゅうです。いつも同じ空気吸ってる。確かに確かに。25日はユニバの近くまで行ってきます。いいなユニバ。ほんまにユニバ行きたいけど、ユニバ行きたい、マジでユニバ行きたい。ね、誰かマジで連れてたし、マジで行きたい。でもさ、もうやっぱこの期間はさ人が多いと思うしさ、入場制限とかあるか知らんけど、あったとしてもさやっぱ人多いやんか。だからもう次行くとしたら夏休み明けてからかな。夏休み中はもう絶対に人多いから絶対に行けないよね。
今買ったらね、確か私今年パス買えばめっちゃ安お得だったはず。学生証を持って行ったらなんかあったはず。そういうの。ダレさんお疲れ、ありがとう。こんにちは。午前中にスーパー行ったけどものすごく暑かった。え、だよね、絶対暑いよね。土日とかさ、休みの日のさ、休みの日に関わらずだけどさ、あの午前中にスーパー行ったら絶対におじいちゃんおばあちゃんいる。絶対にいる。おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん大概午前中にあの外行くから。頑張る。暑いのだけます。え、わかる。なんかさ、暑いから諦めちゃうよね。わかる。外メイクして外出てもさ、マスクしてさるからさ、よりさメイクが崩れるからさ、メイクめんどくさいってなっちゃう。ソラハちゃんとどこお出かけしたい。わかる。してみたいよね、お出かけプラン。全部払ってくれるの嬉しい。こんにちは。え、車で40分めっちゃ近いやん。ほら、もう兵庫からだと1時間半とか2時間かからんぐらいかな。やっぱでもサービスエリアとか言ってるから時間かかるのかもだけど。アンジェラモスターさん、ハートありがとう。シャボン玉。そう、ブトに刺された。大丈夫だよ、痒くない、なんともないから大丈夫よ。今日ね、終わらせたい絶対。てかもうほんまにもう毎日ちょっと今日から勉強する。偉くない？いや偉くないっていうか、もうね、8月15日までに提出するやつはもう終わっとるんやけど、9月15までに提出するやつがあって、その1ヶ月早めに終わらそうって自分の中では考えとって、でね、今やっとるのがちょうど9月15提出のやつなんだけど、夏休みって勉強したくないじゃないですか。しかもさ、こうもしもさ休みができたらやっぱ兵庫県に帰りたいわけじゃないですか。でさ、兵庫県に帰って勉強するのって絶対に嫌じゃないですか。だからもう早めに早めに終わらせようと思って、で8月入ったらリハーサルとかがボン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 って多分入ってくると思うから、もう8月までにできるだけもう難しいやつとか終わらしとって、家庭科とかそういう簡単そうなやつを後にやろうかなって思います。本当にもう本当にもう勉強したくないから。現代文 B 終わったら、でもね、現代文 B がね、今やってるやつがめちゃめちゃあるんですけど、あとね、もう100、もうちょっと、もう一個のお話をやらんといけんのよね。なんか2単元2個出さんといけんくて、それのめちゃくちゃ長い1個目を やっとるんやけど、2個目はね多分ね1時間2時間で終わるから、ちょっと現代文を今日終わらせますね。現代文を終わらせたらどうと何になるんだったっけな。現代文をそれはねスクショしているんですよ。現代文終わらしたら世界史と世界史も2個提出、家庭科、情報科学かなをやらんといけない。あと政治経済やらないといけない。数学ない。そう、最近数学ないの嬉しい、ほんまに嬉しい。そう、早め早めにやらないと。だからたくさんあるんですよ。でも夏休みの宿題っていうやつはないから嬉しい。でも普通の高校に通ってたら私終わってるんだろうなと思った。めっちゃ
よりバカなのか絶対やばいだろうなと思った。現代版、現代、え、なんかさ、私ね、あれが嫌い。本当に古典の意味が分からん。なんで古典なんてあるんだっていうぐらい古典が嫌いです。だってもうあれ日本語に、日本語やねんけど日本語に直すのめっちゃ難しいし、古典嫌いです。 Don't like Don't like I don't like 古典。最初にあさんハート、アナちゃん入ってありがとう。たくさんある。散歩しながら、いいね散歩、いいね散歩。もうこ暑くない散歩って、絶対暑いよ。アイロン温めよう。最近さ、なんか自分にプレゼントっていうプレゼントを買ってないんですよね。まあそんな頻繁に買うもんじゃないからあれなんですけど、でもこの前買ったやつが財布やったんよ、大きな買い物で。財布いつ買ったっけな、メモっとるんよ。頑張ってよ貯金で財布。5月に買った、2ヶ月前に財布を買ってから、いや誕生日になんか自分で買おうかなって思うんやけど、なんか何がいいかな、自分に化粧品なんかあげようかな自分に。頑張ったよ貯金から抜いて。最近アニメも見れてないんですよ。コナンも見れてないし、あー、なんだっけ、ヒロアカももちろんだし、ドラマとかリベンジャーズとか見れてない。服はね自分で買わない。服はね普通に買いたいと思った時に、あのお母さんにこれ欲しいって言ってるけど、そんなねファンの方からめっちゃお洋服いただけるので、自分でお洋服を買うっていうことはあまりないですね。誕生日プレゼント何しようか迷ってる。嬉しい。もっとさあのことで迷って一日中考えててください。でお耳がパキッてしたね。昨日のブログみたいな誕生日ケーキ考えてる。嘘でしょ、それ食べれるの一人で一人で食べれるのケーキ。8月9日さ、そのまま兵庫に帰れるのかな。帰れたら配信、家で配信できるけど、帰れなかったらまたぼっちの広島での誕生日。え、去年マジ悲しかった。去年ね、その付近に多分、ね、誕生、私の誕生日の日にね、確かあのカウントダウン TV かなんかなんかがあったよね。だからねメンバーもねほとんど広島にいなくって、めっちゃ悲しい誕生日だった。だからね、ファンの皆さんがねこうショールームで祝ってくれたりとか、プレゼントをいただいたのでそれを紹介したりとか。ちょっと最近プレゼント紹介できてないのでちょっと紹介しますね、しっかりと。散歩めっちゃ暑いよね。え、本当に帰りたい。お兄ちゃんもねこの日からこの日帰るよみたいな連絡入っててね、家族 LINE で。その日に帰りてーと思って。お兄ちゃんと電話をするんですよ、家族でね、5人で電話、微動電話をするんですけど、兄ちゃんにマジで去年の夏から会ってなくて、お正月帰れてなかったから。そらはちゃんの配信好きです。嘘めっちゃ今日のんびりのんびりの配信やけど、ありがとう。面白い話は全くできてないけど、ありがとうございます。帰りたい。服よりお財布、お財布ねいい値段したよ、2万なんぼした。だからさ、初めめっちゃ買うか迷ったの、お財布を自分で買うか。でもファンの方にいただいたやつもいっぱいあるしと思ったけど、なんか買いたくて、すごく自分で買った財布を使いたいと思って、で買うならやっぱりいいやつを買って長い間使いたいなと思って、めちゃめちゃいろいろ調べた結果マイケルコースのやつにしましたね。仲いいのかな。ビデオ通話だから顔は見れるんやけど、なんか実際に会ってはない。
お兄ちゃん大好きやんみたいになるよね。普通会ってないからだろうね。なんか毎日会ってたらもう嫌いってなるけど、毎日会ってるわけじゃないからそんな嫌いとはならない。普通なの、普通兄弟って感じ。部屋片付けるっていうか、部屋改造しようかなと思ったけどできなかった。マジで勉強してたらちょっと部屋改造したいんやけどな。なんかさ、テレビのさ延長線みたいなのをお父さんに買ってもらったんや、結構前に。でもさ、延長線買ったはいいんですけど、使ったんやけど、なんていうの、その線を隠すのがめちゃくちゃにめんどくさくて、もうほったらかしにしてたんですよ。もうむき出し状態にしてたんですよね。むき出し状態にしてて、なんかそれだったらなんか掃除機するときとかにすごい絡まったりとかするからめんどくさいなと思って、もうやめちゃったんですよ。こんにちは。本当にお家のお部屋をガラッと変えたい。ティムはね、最近ねベッドでね寝てしまうことが多いから、昼寝とかもだし、ティムはねティムゾーンに今行きました。あのお洋服が入ってる、あのなんていう、三段ボックスの上にティムがいっぱいいるんですけど、それに紛れてます。延長コード隠す。延長コードなんか Wi-Fi なんか部屋の壁に刺すやつあるやん。あれとかがビヨーンって出とったりしとって、めんどくさくって。毎回部屋のね、こうなんていうんだろう、こう配置？家具の配置にすっごいすぐ飽きるんよ。まあ飽きるんやけど、結局この今のやつが多分いいよな。人が来た時にも一緒にソファー座ってテレビ見れるしとか。現代文あと 25%。 でもとりあえず先にねスーパー行かないと、買い物行かないと、あの暗くなってから行くの嫌だから、ちょっと先にメイクしていこうって。でもあと 25% だからね、とりあえずの現代文は一番長い現代で言うたら今日1日かかると思う。まだもう一個の現代文が残ってる、めっちゃ短い現代文が。そう、暗くなってね怖いし ね虫がさいても分かんないじゃん、暗かったら。いつの間にか衝突しとるみたいなことあるから。配置飽きるの分かる？分かる？だから私ねやって、どんだけ私みたいね、なんだっけ、兵庫にいた時もめちゃくちゃ配置変えてました。三段ボックスを縦にしたり横にしたりで積み重ねたり、あと机の配置変えたりソファーの位置変えたりみたいな。自分の部屋結構広かったから 10畳かな、7畳、いや結構なんか長方形に長いお部屋だったんですけど、でそれでよく変えたりしてたので、日傘短い。なんかね、日傘ほんま短いんよ。見てほしい。だからもう日傘やばいよ、短すぎて。見てほしい。頭打つんよ。日傘ね、これどこで買ったっけな。どっかでお母さんと帰った時に買ったんですけど、デザイン私さ黒がよくってね。黒の水玉なんよ。
でさ、伸びめっちゃ伸びるかも、めっちゃ伸びるやんと思うかもしれんけど、え、これで終わりなんよ。なんて言うん、もうね、見て、もう短いんよ。いや、確かに分かる、折りたたみ傘だからって分かるけどさ、え、短すぎんこれ。ここ、ここよで、持つところやばない？もっとさ、ちょっと長めが良くない？いや、確かにね、なんかここがこう手持ちたいやん。で、ここなんよ。じゃ、もうちょっと長くてならんと困る。でさ、ここがさ、なんかね、ここがもう一段みたいになるから伸びるんかな思うんやけど、伸びんのんよ、これ。これ最大なんよ、マジで。日傘自体はね、いいんですけど、マジでこれ以上のピンクってなんかすっごいこんなもんなのか知らないんですけど、折りたたみだから仕方ないんですけど、ちょ短いってなった。しかもこれ雨とね、晴れでも雨でも晴れでも対応できるやつ。いいんだけどね、もう一段階伸びそうで伸びんのいいよ、これ。これ結構使ってる。すごいファンの方からの折りたたみの雨の時の傘とか、ちょっとコンパクトな傘とか、すごい傘をもらうことが多かったけど、日傘は一回もないって言ったら、多分日傘がいっぱい送られてくるのかな。でさ、大きいやつを買ってもいいんですけどさ、なんか持ち歩くときに面倒いなと思って、カバンとかに入るサイズがいいなと折りたたみ買ったんや。以上でした。折りたたみ傘いっぱいある。これとファンの方にもらったやつ2本がある。やばい、髪の毛が落ちまくってるから、そろそろ配信終わって掃除機かけないと。後ろに置いてるカバンめちゃくちゃ可愛いでしょ。コッコさんにもらった、これでしょ。何でも合うんですよ、結構入るし。コッコさんにもらった。夜配信しますよ。これはお昼に夕方ぐらいに配信するかもって言ってたやつの枠です。コッコさん、私がおしゃれって言われるものは、私が持ってておしゃれって言われるものとかは大概コッコさんかファンの方かやつ。今日のスーパー狙い目じゃない、今日全然だった、広告見たけど広告大好きマンだから広告見たけど今日安くなかった。安いんだけど、私が欲しいものっていうか、まあ、私が欲しいものがあんまりないからいいんですけど。タンプレ日傘やば、日傘めっちゃ遅れてきちゃうな。それはそれでもろい。エリーのもよっついた洋服おしゃれだった。あれはね、自分でも可愛いと思うこんにちは、節約。今日22日でしょ。あれ、お財布どこ。22、23、22、23、24、あと3000円あれば大丈夫って感じ。あ、余裕ではないけど3000円はある。
あ、4000円ぐらいあるわ。今月1000円余分に使ってない。今月じゃないわ、この10日間1000円余分に使ってないわ。ちゃんとお金はね大事。3000円、コンビニで飛ぶ。コンビニで500円以上使うことある。最低でも800円とか。25日に更新されるから、更新っていうか、まあ、自分でお金ちょっとだけ抜きに行くんやけど、だから全然じゃーん。貞子の髪の毛短いバージョン。勉強頑張ってた、偉いから。今週の土曜日何の髪型にしようかな。飲みに行ったら確かにね、大人になったらね。最近は前髪を流すスタイル。姫路のさ、当落発表っていつなんですか。まだ前髪切らずに伸ばす。そう、切っちゃったらさ、なんか伸ばしたい時にさ、伸ばしたくなったらめっちゃ時間かかっちゃうなと思って、今を楽しんでる。だから切ると思うんだけどね、いつかは。まだか。三谷さんありがとう、かわいい。シャボン玉28ぐらい。あれ結構後なんだね。今月末か。流し前髪好き、嬉しい。そう、最近ね流し前髪にハマってるから。いた、いたじゃないわ、全然痛くなかった。私は流し前髪ハマってるからね。前髪は自分でカットかな、かメイクさんか。一気にすっぴんじゃなくなった。じゃあ配信終わろうかな。買い物じゃないわ、掃除機してからゴミ捨てないと。だからゴミまとめて。待って、こっちの前髪今日めちゃくちゃ下手くそだわ。夜はちゃんと服着替えてると思います。イエイ。夜多分遅いと思う。勉強現代文終わってからやりたいな。とりあえず帰ってきたらまた勉強を始めよう。スーパー行くよ、もちろん。行かないとね。今日もコロッケ食べる。最近コロッケ食べとるんだけどさ、体重全然増えてなかった。なんかめっちゃピークで太え、なんかねやばかった。もう自分でめっちゃ反省しとるんやけど、公演ツアーの次の日にもうね、アホやんっていうぐらい食べたんですよアホやんっていうぐらい食べたんですよ。だからやっぱりアホやんってぐらい食べたから、もう次の日は体重上がった、太ってたよね。でもそっからは徐々にちょっとずつ痩せてるんですよ。キャベツのおかげかもしれないけど。じゃあ山口公園の時マジで食べてないんだって。タケノコの里しか食べんかったもん、夜公園まで。ほんまに。で帰ってきてから移動中にカレーパンを食べたけど、あとなんかお土産でいただいたケーキとか、お土産とか差し入れていただいたケーキとか食べてた。マジでもうね、ツアーの日マジで食べてなかったの、ヨーグルトとかしか。その反動で食べちゃって、ゆとり
え、だって久しぶりにポテトチップス食べたもん。ポテトチップスとじゃがりこ食べたんですよ。そうだから本当に反動がすごい人間なんですよ。でも最近はその好きなおかずとかとキャベツって食べてるからちゃんと野菜も取ってるし大丈夫。グラビアするってなったらマジ半年前から言っててもらうと困る。本当にやばい。夢でもあのグラビアしたわ。そういえばメールで送ったけどようわからん夢やったわ。本当にいやほんまそろそろ終わろう。こんにちは。そうお腹がねブルーローズって出るからご飯食べたら絶対お腹プクってなると思って食べんかった。だからツアーの日は毎日そういうご飯になりそう。ブルーローズの衣装着るから多分正夢になったらすごいね。正夢ならんやろ。ならんよ正夢には。難しい。どうぞ遠い。グラビアとかやってみたいよね高校生のうちに。でもいやほんま終わろう配信。こんなん言ったら配信永遠にやってしまう。終わろう。13位こぎつねさん、12位あんなちゃん、11位たくやさん、10位ピングさん、9位ララバイさん、8位りょうさん、7位ひろさん、6位たぬきさん、5位もびさん、4位まるさん、3位スライソニオさん、2位斉藤さん、そして1位はあーちゃんさん。ありがとう。また夜配信します。でもその夜配信はもしかしたら現代文が終わらずできないかもしれないんですけど、とりあえずお掃除して買い物行って現代文を終わらせてから配信するので、まあ、多分4時間では終わるんじゃないかなとは思うんですけど頑張ります。もう本当に嫌いになる現代文好きだったのに。今回の単元が長すぎて心ということで配信終わります。まあ私のしょうもない、もう何なんだこの配信っていう配信をしたんですけど、見てくださってありがとうございました。何も面白い話しなくてすいません。まあ日頃は面白い話してないんですけど、いつかたまにちょっと面白い話をしてるかもしれないのでぜひ遊びに来てください。うわぁ頑張るね。次配信するときは現代文終わっただと思うを祈る。では終わります。ありがとうございました。来てくださってバイバーイ。ありがとうございました。また遊びに来てください。今日はナチュラルンルンソラハでした。よし、スーパー行ってきます。バイバーイ。